はい、こんにちは。山城と申します。今回郵便いろいろ解説動画の回でね、やるのが第2種郵便物の説明になります。第2種郵便物は、何なんだよって。第1種はね、説明しました。あ、なるほど、封筒で送られてくるやつのことね、大体そういうことねって。じゃあ第2種ざっくばらんに言ったら何なのかって言うと、はい、ドーンって出てますね。はい、簡単に書いてあります。はがき類、はがきです。はい、こういうやつですね。はがき、あ、年賀状ですけどね、こいつ。年賀状、はがき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 。ちょっと、車で額面が古いやつでね、ちょっと裏側にちょっと私の住所とか入ってるんでね、あんまり映せないんですけどね。あ、これは大丈夫だ。こういうね、はがきです。はがきで送られるやつのことを、第二種郵便物と思ってください。一応細かい定義があるんで、説明ね、見てみましょう。長さ、大きさがですね、14cm×9cm 以上で、15.4cm×10.7cm 以内、この大きさの間に挟まっている、もので、まあ、いわゆる封筒になっていないやつですね。こういった感じで、紙切れになっておって、四角形のね、になっているもの。これのことを、はがきと言います。ですんで、サイズ、いや、じゃあ、どっからどこまでいいねんっていうのがね、わかりにくいと思うんで、この はがきのサイズね、今、一般的に売られているこの、まあ、よく昔は完成はがきなんて言いましたよね。今、要は、昔は役所が作ってたんで、完成はがきって言ってたんですけど、今は民営化になったんで、郵便はがきって名前になってますけどね。で、このはがきの大きさが、今これあるやつがね、14.8cm×10cm。なんで、あと7ミリ足出ても大丈夫とか、15.4cm やからこっちも、6ミリ、高さが6ミリ、横が7ミリ一応、足が出てもいいということになってるんですけど、まあ、基本的にもうこのサイズぐらいまで。で、小ささもこれ結構意外と気をつけないといけないんですけど、14cm×9cm を超えてないといけないので、ほぼほぼ大体このサイズでないとダメですよと、思ってくれたらいいと思います。大きさの幅が 1.7cm ぐらいしかないですからね。というふうになります。で、まあ、これは姿勢はがき、昔はよくこういうのを完成はがきって言って、これ姿勢はがきなんて言って呼んでましたけどね、まあ、これはですね、切手を貼ったら、ね、まあ、63円か。これちょっと60円になってるんで、プラス1円払わないといけませんけど、63円で、日数の切手を貼れば、これで送れますよっていうようなやつになってますよね。ただ、よくあるのが、絵はがきとかも基本的に大体このサイズで作ってるんですけど、海外とかだとこういうのちっちゃかった。あと手製はがきでね、これよく見かけるんですけどね、お手製のはがきでね、ハンドメイドで作ったやつとかでね、サイズがね、ちっちゃすぎてね、これの規定ラインよりもさらにちっちゃくなってしまっておって、残念ながら、これすみません、郵便物として取り扱いできませんっていうようなね、ことになることが、ちょいちょいね、見かけられましたね。これ気をつけてくださいねと思います。で、まあ、ここにあるのが、すみません、普通の郵便がなかったんですけどね、これはまあ、カモメールとかね、まあ、これ年賀状ですけどね、年賀状もこんなのとかあるんですよ、裏側はひよこちゃんのやつとかね、まあ、あったんですけど、こういうのね、はがき、普通のはがきとかが、まあ、全部ですね、第二種郵便物だと思ってください。で、往復はがきは往復はがき説明したいと思いますのでね、次の動画に回したいと思います。ということで、この動画以上で締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。